今日ははい、違法薬物に関する緊急セミナーということだったんですけど、聞いてみてどうでした？僕は昔からもう野球界でずっと聞いてるんで、まあ、似たような話だったんですけど、まあうん、そういう、ね、近くに、うん、そういうものは隣り合わせあるんで気をつけてくださいという話がありましたけど、はい、今日のセミナーはどういった内容だったんですか？内容ですか、うん、要するにそういうことはしないでくださいもうちょっと具体的に具体的にですか？いや、なんですかね、まあでも本当にその近いところに、うん、まあ、遠い話じゃなくて近いところにあるんだから、やっぱ自分のこう意思というものをしっかり持たないと、うん、まあ、そういうものは忍び寄ってくるから気をつけなさいっていう、はい、まあ、そんな話です、はい。実際そういう誘惑にあったこととかってあります？僕はあんまりそういう誘惑とかそういうのはないんで、うん、あれですけど、まあ、やっぱり自分を強くしっかり持っておかないといけないなっていうのは思いましたね、はい。まあ、でもメジャーリーグでこうアメリカで活躍されてたわけですから、はい、そういったことにも近いのかなと思ったんですけど、まあ、僕が行ってた頃はまだそういう本当になんですかね、うん、ドーピング検査っていうのが積極的じゃなかった時代だったんで、そういう噂とかもありましたけど、まあ、そんな中僕とかは、うん、ニューヨークステーキとかを代わりに食べて頑張ってましたけど違法薬物の代わりに、違法薬物には本当手を出さなくて、そういうニューヨークステーキを食べてステーキですか？そうですね、僕には一番の、はい、薬だと思いますあの近いところで言うと、はい、その清原容疑者が逮捕になってしまいましたが、はい、いかがですか？まあ、でも一番残念なのはすごいやっぱり野球界は本当にここ最近じゃなくてもうちょっと前ぐらいからそういう薬物だったりいろんなこと危機管理っていうのはプロ野球としてやってたんですけど、やっぱりあとはもう個人の危機管理になってくると思うんですよね。そこら辺でやっぱり、うん、その個人の危機管理っていうところをしっかり持てないと、うん、いけないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、今月頭に逮捕されてからもう3週間近く経つんですけど、清原容疑者にはどういったことを言葉かけるとすればみたいですか？僕人にはあんま興味ないんで特にないんですけど、まあでも本当にやっぱりね、スーパースターだったんで、そういう方がされることによってやっぱりプロ野球のなんですか、プロ野球界は何してるんだってことになってしまうので、やっぱり一生懸命今までやってきたプロ野球のね、そういう、うん、薬物だったりドーピング検査とかやっぱり世界基準になってきてる中でそういうことが起きたから、うん、やっぱまあそういう意味では OB として恥ずかしくないことはしてほしいなと思いますけどね、はい。やっぱり石井さんにとっても清原容疑者っていうのはスーパースターですね。僕はあんまり野球の興味なかったんで、うん、僕にとってはスーパースターじゃないんですけど、やっぱ皆さんにとってはスーパースターだと思いますよね。僕はあんまり、はい。野球そんな好きじゃないですか？うん、まあ、そうですね。そのぐらいの年代の時はあんまり興味なかったですね、野球に。はい、じゃあ何が興味？僕ですか、はい、僕は自分が好きなんで、だからとにかく自分を大事にしようと思ってます。実際現役時代ではなんか清原容疑者との付き合いというのはあったんですか？あ、声かけていただいたり、すごくそのやっぱり存在感がある方なんで、まあいろいろ、うん、いろいろというか、まあそういう挨拶ぐらいですけども、うん、まあやっぱり皆さんにとっては多分その時はね、スーパースターでいらっしゃったんで、うん、まあ挨拶がすごい嬉しいのかなと思いますけど、僕とかあんまりそういうのはあんまり嬉しくも悲しくもなかったですけど対戦相手としてはどういう選手？やっぱりいいバッターだったんですけど、まあ、僕が入った頃はもっといいバッターいっぱいいたんであんまりそこら辺は何とも言いづらいとこですけど、はい、何か変わった様子っていうのは
特になかったですか、石井さんから。まあ、いつも言ってることなんですけど、本当に人に興味ないんで、これから本当に人に興味を持って、そういうちゃんと、自分だけじゃなくてね、やっぱり野球界の問題になってしまうので、ちゃんと、みんなで危機感に持つことが大事かなと思います。野球以外でその清原容疑者と何か付き合いとかっていうのは特になかったんです。挨拶程度なんですか。そうですね、まあ、本当にそうですね、はい。だからあんまりそのなんかいろいろ、なんか悔しい悲しいとかもないですけど、本当やっぱりさっきから言うようにやっぱり、野球界を何してんだって思われるのはすごく、はい、悔しいとは思いますけど、はい、すいません、そろそろ、はい、どうして清原容疑者がああいうことになっちゃったんですかね。どうしてですか。まあやっぱりプロ野球選手いつか引退することはあるんで、第二の人生の楽しみ方っていうことをやっぱり、まあこれからね、引退する人たちもそうですけど、やっぱ第二の人生っていうのはまた素晴らしくこうスタートを、何でもいいですけど生きがいを見つけることっていうのがすごく大事だなっていうのは、はい、思います。石井さんは第二の人生はこの吉本興業入社。僕はですね、楽しんでるんであんまり、はい、そうですね、まあ楽しいという楽しいですね。よろしいでしょうか。